こんにちは。手書き技を教えている濱根先生です。今日は2020年後半に向けてゆっくり手帳時間を取りました。7月から1冊手帳を追加して合計4冊です。全部モレスキンという手帳メーカーのもの。手帳といっても本のようなしっかりとした表紙なので保存性も高く気に入っています。黄色、紫、黒とバラエティに富んでいます。厚さも違うんですよね。基本的に持ち運ばないので重くても OK です。まずはバレットジャーナルです。今日は小さな机を窓際に置いて手帳時間を過ごします。家の中でも場所を変えると気持ちが変わりますよね。濱根先生は3箇所机があるので時々変えています。いただき物のマンゴー。後で食べますよ。7月のデザインは色鉛筆で描いた植物模様です。シールやマステなど使わず、すべて手書きでイラストや枠飾りを描いています。セットアップ動画は概要欄でご紹介しておきます。まずはマンスリーページです。左側の3つの瓶に今月の目標を書きました。インプット強化、体調管理、YouTube 200本、そしてリニューアルと書いています。次はムードトラッカーです。なかなか順調にいい気分で過ごしていますね。その隣はエクスペンストラッカーです。お金ですね。支出の記録ページです。まだ7月は6日しか過ごしていないので、あまりお金も使っていません。今月はインプット週間ということで、試しにレンタルで映画を3本見てみました。その支出がかかっていますね。ちなみに見た映画は、ザ・グランド・ブダペスト・ホテル、英国王のスピーチ、プラダを着た悪魔の3本です。Apple TV で見たんですが、お安いもので102円、プラダを着た悪魔は407円で2日間レンタルできるんですよね。すごくいい世の中になったなぁと実感しました。インプットも済みましたね。次はデイリーです。日付は目立つようにマーカーで印をつけました。プロパスウィンドウといって窓がついたマーカーなんですよ。今日一日のタスクやメモなどどんどん書いていきます。ここがバレットジャーナルの重要なところですね。とにかくどんどん書いて、後でそれを仕分けしていくわけです。バレットジャーナルコレクションページとして自由に手帳を使うことができます。今月はインプット for アウトプットというページにしました。まずインプットの方法、映画を10本見てみようとしています。とりあえず3本を見ました。目的はプロ中のプロが作る企画や映像から、自分の YouTube の動画撮影に学んでいこうという大それた考えです。小道具、場面転換、伏線回収、シナリオなど、やっぱり学ぶこと多かったですね。それを実践していくのはまた別問題かもしれませんが、少しずつでも良くなっていきたいと思ってます。二つ目は、プロクリエイトをビデオで学習しよう、一日一本という気持ちでいます。目的は、プロクリエイト、iPad 用のアプリなんですが、それの機能や名前を覚えたり、ブラシと色の的確なチョイスができるようになれたらいいなと思ってます。動画も何本か出していますね。2020年も半分過ぎたので、今年初頭に立てた自分の目標、どうかなというのを中間発表ではなく中間チェックをしていきます。2020年はコロナウイルスの影響で、だいぶ世の中が変わってきましたし、これからもどうなるかちょっと見えないところがありますよね。ですので、半年経った時点でちょっと見直してみようかなというふうに思っています。ここでバレットジャーナルの新しいページを、月の途中で作っているというところですね。2020年の初めに作ったゴールのページでは、ヘルス、エクササイズ、ファミリー、SNS、ワーク、マインド、マネーといった7項目で今年の目標を立てました。その中間チェックなので、このページにも7項目の今の状況や気持ちなどを書けるように
ページを区分しています。7月は色鉛筆、水彩色鉛筆を使ったデザインです。トーテンポールのように縦に模様を積み上げているわけですね。バレットジャーナルは手帳を自由に使えるところに大きな醍醐味がありますよね。浜根先生は絵を描くのが好きなので、好きあらばこのようにページ全体をデザインして自分仕様にすることに大きな喜びを感じています。日本語を描くよりもイラスト描いてる方がよっぽど楽しいんですよね。まあ、何にしましても、こうやって手帳を1ページ1ページ作り上げていくこの感じは本当に充実の手帳時間です。絵が苦手な方はマスキングテープのコレクションなどから素敵に仕上げるのもいいですよね。下書きを消してもう一度色鉛筆で着色しています。今回のデザインは水彩色鉛筆を使っているので柔らかいタッチになっています。同じモチーフを1ヶ月間続けるので、そのモチーフだんだんと上手くなっていくんですよね。それを1年間同じモチーフでやるというのはちょっと飽きてしまうので、何ヶ月かごとにガラリとデザインを変えています。もちろん他の方の YouTube の動画を見て参考にしたり、Pinterest を見て世界中のバレットジャーナル書かれている方のを見ていますね。日本と世界ではデザインの方向性が違っていますね。日本の方は貼り付けたりコラージュしたり、小さな文字で筆記体で文字を書くという方がとっても多いと思います。そういうのを見比べるというのも自分がバレットジャーナルをやる楽しさの一つではありますよね。さて、2020年の中間としてゴール、目標ですね。目標を見直しています。まずは筆ペンで7項目を書いていっています。健康、運動、家族、SNS、仕事、心、お金です。動画なのであまり細かく見せることははばかられるので申し訳ないんですけども、だいたいいい感じに毎年過ごしているのではないかなというふうに思います。皆さんはいかがですかね？何か目標を書いて、そして振り返るということをしないと、自分がどうやって過ごしてどう感じているのかというのを立ち止まらないわけですよね。ですので、もう毎日手帳を書く必要はないと思いますが、たまにコピー用紙でもいいので、自分の目標や、そして数ヶ月後にそのコピー用紙を見てどうだったかなというふうに見るのも、すごくいいと思います。アナログの手帳のいいところは、書くということにありますよね。それは書くために考えて頭で整理するということにつながるからです。何かを模写して書き写すのはただ気持ちのいい作業かもしれませんが、自分の言葉を紡ぎ出して書くというのは、まあ、若干辛い方もいるかもしれませんが、だからこそ、自分のことを見直す時間になっていくわけですよね。ちなみに今心、マインのところ書いていますが、心の安定、執着しない、判断しない。この3つおすすめなので皆さんにもお届けします。心の安定、執着しない、判断しないですよ。他の手帳もご紹介します。この2冊の手帳は、主に手帳の作例を書いているというものです。こちらは7月から使おうと思っている手帳です。まず小さな手帳を見ていきましょう。いろいろな作例を書いていますね。主にサインペンで書いています。動画でご紹介しているものもいくつかありますね。好きなことを書く手帳というふうにもしています。1ページが英語サイズの手帳です。まだ使い始めたばっかりですね。こちらは7月始まりのモレスキンの2020年、21年のマンスリーです。とりあえずカリグラフィーを書いてみました。マンスリーページどうしようかなと思ったんですが、バレットジャーナルもあるので、1日1アルファベットを書くというふうにします。早速、今日の文を書いていきます。7月6日は G ですね。2色のカラーペンを選んで、まず G 色を塗っています。毎日毎日少しずつデザインを変えてアルファベットを書くというのは頭の体操になります。やっぱり何かクリエイティブな作業ってとっても楽しいんですよね。
手帳を書いて自分の心をえぐるというのは時々疲れますが、ただお絵かきするというのはすごい楽しいので、皆さんも手帳をあまり気負わずお絵かけだけするというのもいいのではないでしょうか。一旦立ち上がったんですが、やっぱりもうちょっと書こうと思って影を描いています。 A、B、C、D、E、F、 そして今描いた G です。おやつの時間です。今日は豪華にマンゴーです。ダイスカットをするため動画でまずチェックしました。大切なのは種を避けてカットすることなんですね。そして切り込みを入れてパカッと開くと、このようにダイスカットができます。今日の動画いかがでしたか？手帳はスケジュール管理のためだけでなく、大好きなアーティストのスクラップブックにしたり、アイデア出しに使ったり、日記を書いたりと様々使われていることでしょう。毎日ゆっくり机に向かうことは難しいものですが、あ、マンゴーとっても美味しいです。時々時間を作って整理するといいですね。大切なのは心が離れていかないことです。動画良かったよと思われた方は、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。浜根先生チャンネルでは、これからも手帳に使える技や手書きのカリグラフィー、イラストなどご紹介していきます。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。